東京都教育委員会が今年度の都立高校の入試に初めて導入する英語のスピーキングテストが実施されました。話す力を測るスピーキングテストは都内公立中学校に通う生徒のおよそ 95% にあたる7万6000人の中学3年生が197の都立学校や民間の会場で受験します。受験生はおよそ15分間マイクのついたヘッドセットをつけてタブレット端末を使い表示されたイラストの状況を説明したり質問に答えたりします。テストをめぐっては受験しなかった生徒には実力とは異なる推定点が与えられることなどから公正性が担保できないとして専門家や保護者らが強く中止を求めていましたが都の教育委員会は実施に踏み切りました。テストは間もなく終了の予定です。